はい、先ほどベジータが届きましたね。ベジータのフィギュア。スーパーサイヤ人ベジータ目覚めるスーパーサイヤ人の地。俺はベジータじゃない。スーパーベジータだ！っていう感じでね、ちょっと開封していきたいと思います。僕はね、ドラゴンボールなんか一番ベジータが好きですね。そったれ！はい、全然似てないですけど、開封していきます。舐めやがって。公開するなよー。ね、ちょっと切るとき箱が傷つきましたが。おー、なんか書いてる。はい。おー。ここですね、シールあるけど、どうなんだろう。こっちにもなんか書いてあったりしてるのかね。あ、書いてあるわ。まあいいや。シートがついてますね。はい。って言いそうな顔が。ちょっと顔変えてみますか。ああ、おお、すげえ。これなんかこう目みたいですね。ついたかな。はい、これつきました。くそったれよいしょ。はい。この顔いいっすね。腕組ませてみましょう。腕はどっからやりゃいいんだろう。あー、割と、この辺ぐらいから取らないといけない。こうか。まあ確かにベジータね、大抵というか、腕組んでるシーン多いですからね。ちょっと。
ずい。とりあえず片方つけるか。はい、片方つけました。パチンってはまるわけじゃないんで、ちょっとなんかね、他になんかこれ入ってるのか入ってないのか、他に きちんとはまらないのか、ぬめっていう、なんか何かついてる感じがあんましないけど、まあいいや。はい、腕組んでるベジータできました。応援がいいかな。初期顔にしとくか。はい、こんな感じです。いろいろ いいな、この腕組んで足上げようと思ったら足取れちゃった。あれ、なんかちょっとむずいな。あ、はまった。でもこの足を上に、この写真みたいに上げたいんですけど、上がんない。さ、取れてしまう、あげようとしたら。どうやったら上がるんだ、足。あ、取れないように強めに。そうか、こうか。こうするんだ。こうだ。
いけたいけた。ちょっと近い感じまで来れた。貴様、舐めやがって、後悔するなよ。と言いとりますとが、ああ、つま先ちょっと曲がりますね、これつま先。頑張って立たせよう。まあ一応立った。こんな感じですね。足のバランスがなんか、腕取ろう。どっち側だっけ。こうか。音がピチンっていう音がはまったっていう音がならんからちょっとわからんのか。
ついてるのかついてないのか。はまってないんだろうなこれ。ちょっとむずい、つけるのが。あ、ついた、多分。入った。ふう。こうね、音がなん、ピタンって、なんないんで。なんかどこ、もうな、多分入ってないんですよ、これ。どう、あ、これ入った。入ったかな。はぁ。こうやって。もうお腹が取れそうになってた今。なんかちょっと写真と違う。思ったような格好はできない。ここのなんか、なんか白いのがすごい気になるんですけど。後からできたのか、なんか今のいろいろ押してる最中できたのかわかんない。こっちはついてないのに、こっちは。
なんかこういうこれなんか思ったように動かすのなんかむずいっすね。なんか初めからもうポーズ固まってるやつの方が僕はいいかもな。こうやっていろいろ動かせるやつより。なかなか立ってくれんし、立っても不安定だし、地震起きたらパーンって倒れそうだし。いいね。はベジータじゃない、スーパーベジータだ。立った。なんかその辺置いときます。俺はベジータじゃない、スーパーベジータだ。はい。いろいろ寝てるとかもね。うん、僕ね、こういうなんかもうポーズ決まったこういうやつでいいな、フィギュアは。いろいろね、ポーズ動かすの大変。うん。はい。そんな感じで終わります。